はい、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。あれです、ありませんですね、やっていきます。よろしくお願いします。で、最初はこれなんだけど、これできんのかな、俺に。一番難しいらしいんですよね、トゥームレイダーで。あんまり自信がないし、今そこの場所に行くまでにもめちゃくちゃ時間かかったし、おい、上がれ上がれ上がれ、もうここ、もうここだもんね。ここからね、もう動かないんだもん、この女。あ、でもあれか、もう鉄棒はやらなくてもいいのか。それじゃあそんなに難しくないかな。ちょっと炙りダメージもね、食らってて。炙りダメージ、じゃあここはもうね、多少の犠牲は気にしないで進んでいって、うん、こうじゃないね、これし、ルート的にこうじゃないよね。まあいいか、どうかな。もう、もう終わり、もう終わってる。あー、終わってるね、余裕で終わってますね。これはちょっと難しいんじゃないの。そしたらどうしよっかな。ここで息絶えれば、あのコンティニュー画面から再開できるのかな。ここはどうだ。あー、こっち来ちゃってるのか。じゃあダメ、あれ HP は、 HP は回復してるんだ。あー、じゃあもう一回やり直すか。ってことはもうここまでで13分か。やべえな。で、さっきはルートをね、間違えちゃったけど、もうここから、ここからが本気。全部本気だけどね、全然ねできねえんだよね。グラッグループのところはね、もうほぼ一発なんだけど、その後のね、坂、滑る坂が、滑らなかったり、あー、登らなかったりね。ここは登るんだけど、飛び乗るところでね、飛び乗らなかったりね。結構きついですね。判定が非常にきつい。で、ここは、こちらまで行って、うん、よし、ほい、登って、ほい、行って、はい、拾って拾って、やったぜ。うん、グリフィンのプロ、ん、プロトーム、過去頭部ですね。悪魔を払うお守り、へえ。ああ、やろう。よし、へい。いや、てっきりね、俺なんだっけ、まあ勘違いしてないんだけど、あの鉄棒をね、もう一回レバー引くところまで同じね、工程を踏まなきゃいけないのかなって勘違いしてて、まあ、あのグラップル使うところとかをすげえ高速でね動く練習をちょっとしてたんだけど、まあ一切無駄になっちゃったっていう話だよね。じゃあコメントありがとうございます。ゴリラもありがとうございます。おい、ちょっと暇、待ってゴリラがひるまないんだけど、ゴリラ星人やめろ、壁はめやめてくださ い。こんな狭いところで戦うのが悪いんだよ。降りようぜ、ちょっと降りて戦おうぜ。自分の有利な場所に誘い込もう。あれ、あ、何、あ、ゴリラ降りて来られないの。あら、弱い。そっか、じゃあもう地形をもう有利にしちゃえば基本勝てるのかな。人間は登ってくるよね。でもあれだね、あの虎とか、ね、ジャガーとかと同じで、場所をちょっと考えて動いちゃえば、まあ、封殺できると。そこはもうちょっとなんかあってもよかったんじゃないかな。
あとごめんなさいね、これ全然ね気づかなくてね、ちょっとやばかったね、あれじゃん。じゃあ改めてちょっとセーブしておきます。これ前回セーブできなかったのは何なんだろう。あ、ちゃんとね、アイテム取れてるね。1個取れてねえけど、コスチュームと遺物と。ありがとうございます。よし、やばいですね。もうメモリーカードが刺さっていません状態になってたよ。ちょっとね、上に指でね、メモリーカードを押し上げてあげると、ちゃんと動いてくれるんだけどね。いやー、危ねえな、このゲームはもう。まだね、リクエストをいただいてるゲームがたくさんあるんだけど、今後はもう PS2 じゃなくて3でね、ダウンロードをして、やっていこうかなと考えています。多分無理だと PS2 がね、多分もう近々動かなくなるんじゃないかと思うんだよね。もしくはメモリーカードがもう認識しなくなるかね。動いてもそれだと意味ないからね。メモリーカードね、セーブできなきゃ意味ないからね。1日でクリアする ちょっと勘弁してくんねえかな。いや、できなくはないか。あ、どこだ？マジで？マジで？うわ、マジで？あ、わあ、強いられているんだ。よいしょ。まあ、ただね、こっちか。なんていうのかな。これ一回さ、呼吸が、全然できねえや。難しくない？ここ。あ、違う、こっちが正規だったのか。あ、でも暗いよね。すげえ、むせる で、こっちでいいのかな？あ、違うか。あ、これマジっすか。ここは、ただの息継ぎポイントか。で、ここからまた向こうに行けって話か。なるほどね。よし。じゃあ、改めて。よいしょ。これ潜ってる途中とか、浮上してる途中もさ、三角ボタンって生きてるのかな？どの時点でこの加速できてるのかよく分かってないんだよね、俺。あ、でも早いかな。あ、オッケーオッケーオッケー。ティホカン王墓。ティホカン王墓かな。コウモリオン。コウモリオンか。ちょっと待って、リロードしよう。オッケー。だけど使うのは多分これだと思うけど。よいしょ、どうだ？離せ離せ。おお、何や何や、どっから？ネズミか。コウモリじゃなくて。あ、ダメージ食らってんな。何で食らってんだ？敵がいない。あー、マジかよ。レバーこんなところで使わせんのかよ。こっちに引っ張っとかないと。いちいち面倒くさいことをゴツ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 させるな よし、このままでいいかな。それにしても、あ、しまった。閉じ込められた。トゥームレイダースのね、解説もありがとうございます。あれ、ちょっとこれ、ちゃんとガチャって聞くとね、なんかすり替えておいたらしいですね。砂の間、俺が遺跡ぶっ壊した間、あそこもね、容量不足で、なんか無理やりね、力技でゲームをねじ込んだらしいけど、これは敵来るかな。よし、次。OKOKOK。ダメージは結構食らってるけど、下ボタン。よし。敵はいない。リロード。ピエールさん、そろそろ出てきてくれませんかね。やっぱイベントなのかな。なんだここ、もう覚えてねえんだけど うわ、
なんだこれは、水門をなんか開ける系か？また水かさ操作か。あ、ちょっと待って、ま、なんかいる、なんかいる。やばい、やばい、やばい。出れんのか？あ、出れない気がする。ちょっと待って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 、どっから出んの、どっから出んの。あ、ちょっと待って、これ死ぬしかないやつ。上がれない、上がれない。沖がないよ。沖じゃないや。陸地がないよ。この辺か？ くそ。さて、前回はね、非常に難しいね、ところでした。ね、まさか、黄金のそのミダスっていうね、力を使って、鉛のバーを黄金のバーにするなんて、まさか、誰がそんなの考えつきますか。これ、トゥームシリーズ、トゥームレイダーを、初めて、ね、シリーズ初めてプレイしてたら、俺、ああ、引くんだったか。ね、初めて実況してたら、絶対わかんなかったと思うね。入れてくれたっていいんじゃないかなと思うんだけど、なんと一本道。そういや、このマグナムってのはどうなんですかね、強いんですかね。てかウージーが出てこないってことは、このゲームはウージーゲーなのかな。150発、一番最初に手に入れたのがショットガンだから、やっぱショットガンの方が弱いのかな、マグナムより。読み込んだ。ああ、はいはい、謎 BGM ね。トゥームレイダー特有の BGM。またのそのそ音がする。床か？床じゃない、下か？ OK。まあね、ネズミだけが平和に暮らしてるならいいんだけどさ。いかんせんな。ワニはいるわ。ネズミはいるわ。怖いんですよね。よし。全部やったか？ネズミ駆除は任せろ。バンバンバン。やめて。まあ、ファミコンとかね、そのスーファミにも言えたことだけど、ね、容量が少ない分、どうやってね、その演出するかとか、ね、そういうのを一生懸命さ、考えてた時代がね、懐かしいですね。プレイステーションの時もそうだったのかな、解説を見るに。で、水が膨れ上がってきて、で、ワニも膨れ上がってくると。そうだろ？ワニが出てこないんだけど。まあ、いっか。それとも、この時点で襲ってこない。ワニはもう死んだのか？どうしようかな。あ、こっちには行けなそうだな。ここは上がれる？ちょっと手伸ばせば上がれるんだろうってね、言いたいところではあるんだが。じゃあ、ここも違うのか。見た感じ、なんだこれは。一回戻るのか。あ、ここは上がれんだ。ここからじゃなくて、あれ？これもつかめなくなってる。ん？ちょっと間違ったかな、俺。順番を。ここ上がれないの？上がれなそうだな。段差が1段あるだけで上がれなくなるもんな。厳しいな。潜ればいいって感じでもなさそうだしな。ヘリがあるんだからさ、そこに捕まるよって思うんだけど。あ、グラップル。あ、届かないか。これ届かない。よいしょ。あ、ダメだ。引っかからない系か。ダメだ。水かさを直せばいいのかな、一回。治るかな。何分？ 24 分。でもカットしてるから、多分20分いってないだろうな。治るかな。
あ、治りそうだな。あ、治る治る治る。すごい簡単な仕組みだな。レバーをちょっとね、半回転させるだけで水かさを調節できる、すごいシステムじゃないかこれ実は。でこっちじゃなくて、まず向こうですね多分。よいしょ。あっ、またか。よいしょ。これどうすんの、大丈夫なの、戻れんのかな。戻るくらいだったら死んだ方が早いかな。でも鉄棒とかいろいろあるけど、あーでも戻れそうだな。あ、この鉄棒でもね、ダッシュが効くには三角ボタンで、ゆっくり動く感じから、あのドンキーコングの、ね、ディディーコングみたいな動きができるな。でそっから場所が難しそうだな。向こうか、きつ難しくね、ライトもないのに。で上に、ああ登っていけると、ああでここに繋がってくると、てか降りられるんだねこれで普通に。よいしょ、長押し、よし、オッケー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 。でまずはこっちだね、よし、こっちなのかな、これグラップ効くのかこれ。よっ、よし、反対、うわ危ない危ない危ない。ん、ミニサブマシンガン弾、ウージーのことか。なんだこの頃からあれかな、厳しくなってきてんのかな、その名前に関しての、あんまりあの実名を言わない方がいいのかな、怒られるようになっちゃったのかな、いかにトゥームレイダーといえど許さんぜよと。これは謎の自分家の弾かな。ここは、お、なんだ、なんだかわからない、このヘリは何だったんだ。あ、つかめない、え、あ、じゃあ帰るよか。あー向こう行けるか、オッケーオッケー。で、よいしょ。そうしたら、ここ掴んで、ああ、いやいやいや、反対側行って、で、もう一回こっち行って、飛んですぐ裏振る。で、おーし、オッケー。鉄球は出てこないと。グラップルはもうないと。よし、これはもうちょっと距離測ってというか、もう大ジャン安定だよね。何もないのか、何もないのかな。ここはもうここで難関だな、ちょっとジャンプが続くのは結構きついな。あ、ハップね、ねえ、マニュアルだからこそか。おいしょ、危ねえ、これブレーキングしちゃうからな、掴もうとすると怖いんだよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ああ回転しちゃった。ここは、え、チェックポイントないの、わお厳しい。アイテムもないと。降りる場所じゃないのか、ここは。なんだ、ん、押しちゃいけないやつかな、無性に押したいんだけど。おろすん、おろす、なんだこれ。落ちる？あ、落としてよかったのかな？よっ、あ、しまった、危ない、飛ばなかったよ。ん？そうじゃないのか。こっち、そうそうそう、これに飛びたいんだけど。あ、よかったよかった。で、これ鉄棒いらなくね？いるんですね。よいしょ。オッケー。敵はいないと。じゃあそろそろ終わりにしようかな。30分抜かしてるからな。一旦まあセーブするなり、録画するなりして。
どれくらいになるか、まあ、多分20分くらいになってると思うからこれでいいんじゃないかな。今回はね割とちゃんと進んだんじゃないかな。でもチェックポイントがないとまずいのかな。怖い BGM やめようか。あ、もう降りられる？弾だけ変えとくか。あ、ダメだ、ダメだった。なんだ、何をすればいいんだ。 とりあえずワニをボコっとった。また当たらねえし。でも動くってことはさ、多分当たってるとは思うんだよね、一発二発。もしくは何か反応してるとか。で、アイテムがないんですけど。俺何をすればよかったんだ。迷ったら、まあ、上、まあ、もしくは下。最悪この中、ああここか。これ大丈夫か、これ水かさ増しちゃうんじゃないか。怖いよな。ちょっと邪魔な。この辺のワニだけ駆除してから動かした方がいいよね。当たってんのかこれ。ねえ、そこに向かって飛んでってはいるのか。もう一匹のワニはいるじゃん。まだいるのか。ちょっと危ねえんだよな。なるべくなんてレベルじゃねえよな。普通にやっつけた方がいいよね。あ、でも一匹は消えたか。あれ生きてんのかな、それとも沈んでんのかな。あれはくたばった感じが。あ、消えた。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう残りがこっちに来ないんだな。多分あれをね、レバー回せば。なんだ、あ、メリバックか。うん、あれ回せば、まあ、水かさが増えて多分チェックポイント判定にはなると思うんだけど。あ、びっくりした。おー、びっくりした。めちゃくちゃびっくりした。あ、来る。よし、 OK。 やっぱ広くねえとな。あー、びっくりしちゃった。すごいびっくりしちゃったよ。あ、で、はしごもあるのか。何に使うんだろう。この木箱は何に使うんだ。ただ落とすだけでよかったのかな。チェックポイント判定が欲しいですね。あれか、ちょっと HP 強化されてるのかな。あの、ピクリともしないんだよ。壁に埋まってるとかじゃないよね。いるよね、ちゃんと。全然倒れない。あれかな、深く潜ってると当たらないとかそういう設定がありそうだな。やめとくか、あんま無駄に撃つの。ねえ、ここだってさ、ここ捕まれば帰れるんだよね。あ、ワインいるかな。あ、大丈夫か。うん、ここはちょっと難しそうだな。何をすればいいんだろう。とりあえずは一番下のレバーをいじくってみようか。ちょっといけるところがないんだよね。よいしょ。あ、こうか。あ、さらに抜けるんだ。あ、なるほどね。よしよしよし、チェックまで来た。ワニはあと自分で次回またやっつければいいとして。そうだね、結局唐揚げ食ってねえんだよな。ワニの唐揚げいつも食いてえなってトゥームレーダーやると言うけど。床板に乗せる重しみたいなものが必要だわ。どこのことを言っているんだ。多分あの木箱が必要なんだろうけど、何の話をしているんだ。どこに持っていけばいいんだろう。じゃあ次回よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。